今月のフレッシュマンは阿蘇市黒川にあります阿蘇広域行政事務組合消防本部にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお名前と年齢、そしてお住まいの地域から教えてください。はい、小林祐希です。年齢は21歳です。住んでいる場所は阿蘇市一宮町坂梨です。小林さんはこちらにお勤めになってもうどれぐらいが経つんですか？今2年目です。どうして消防士になりたい、その動機は何だったんでしょうか？はい、私は体力に自信があり、生まれ育った阿蘇に何か貢献しようと思い消防士になりました。小林さんは今どんなお仕事を担当されてるんですか？はい、主に火災や救急、救助出動など、その他に立ち入り検査や書類の受付などを行っております。このお仕事のやりがいとか魅力はどんなところでしょうか？はい、やはり人命救助など行った際に地域の方からありがとうという言葉をいただくのが一番やりがいを感じております。では少しプライベートなこともお伺いしたいんですが、小林さんはまだお若いということもあって、あるかどうかわからないんですが、結婚願望とかはどうでしょうか？結婚はしたいと思っています。何歳ぐらいまでにとかありますか？25歳までぐらいですかね。結構早いですね。ではどんな方がタイプですか？はい、優しくてとても笑顔が素敵な方がいいです。じゃあそんな方とデートするなら阿蘇市どこに行きましょうか？自分の家から近い阿蘇市門前前、門前町商店街がいいと思います。食べ歩きとかね、楽しそうです。そうですね。では最後にあちらのカメラに向かってお勤め先の PR をお願いします。はい、阿蘇広域行政事務組合消防本部はとても活気あふれるいい職場です。とても働きやすくいい職場だと思っております。ここ阿蘇広域行政事務組合消防本部はとても活気あふれる、とてもやりがいのあるいい職場です。自分は毎日何事にも一生懸命取り組む姿勢で仕事に当たっております。今月のフレッシュマンは阿蘇広域行政事務組合消防本部にお勤めの小林さんをご紹介しました。それでは行きます。せーの、フレッシュマン、さよなら。